竹あかりのステージ、バックには小倉城を背負っての演奏ということになりますけれども、倉手中学校和太鼓部の皆さん、いよいよ最後の演奏です。それではお聴きいただきたいと思います。輪の音、精一杯演奏いたしますので、どうぞお聴きください。
皆様改めまして倉手中学校和太鼓部の皆さんに大きな拍手をお送りいただきたいと思います。力強くて息の合った演奏と、日々のね厳しい練習の成果の賜物だと思いますが、今年に入ってこうやって外で、皆さんの前で演奏